トンブリ級解剖戦艦は、大海軍の解剖戦艦の9名。本級は、大海軍が、自国の沿岸防御のために、フランス極東艦隊を、仮想敵として建造した、戦闘艦艇である。1934年の大海軍第1回、拡張計画により、県艦,艦が計画され、日本に発注された。一番艦トンブリ二番艦、スリアユタイ共に、日本。 神戸の川崎造船所で建造されており、1936年に、寄港、1938年に巡航して、大海軍に引き渡された。一番運かトンブリは1941年に、二番、アユタヤは1951年に、それぞれ、フランス海軍との交戦、クーデターに伴う内戦により戦闘で損傷し、両艦ともに後に解体処分とされたが、 トンブリの環境部分と砲塔は保存されて2019年現在も現存している。第二次世界大戦終戦以前に日本で建造された軍艦は沈没して海中にあるものを除けば一部分であっても現存しているものはほぼ存在していないため保存されている本級の砲塔と環境構造物は非常に貴重な存在である。本級は砲艦。 ラタナコシンドラ級の拡大型として計画され、2000トン級の、船体で20センチメートル連装砲2機という、中武装と一定の外洋航行能力を両立させる目的から、船体は、艦首看板の高い挑戦手狼型とした。船体形状はしのげなみ性を持たせるため強く、傾斜したクリッパー型艦首から、全部看板に強い視野をつけ、 前半部の還元を高めている反面、重心低下のため間中央部より、後方の還元は水面付近まで低くしてバランスをとっていた。高温多湿のインド用で使用されるために通風を優先して原則には上下2列の幻想が全長いっぱいに配置しており、下段は水線部装甲以外の前後部に設けられた。伸び上がった。 監視乾板から一番下がった部分に即虚偽を収めた20センチメートル連装砲塔一機を配置し、この一番主砲塔から後部で乾板は環境部で最も持ち上がる。本級の環境部分は近代的な東型環境の三段構造で、一段画面は相舵環境、二段目が戦闘環境となっており、側面部は柵のついた見張り台となっていた。 三段目が対空見張り台でその後部から中段部に単小灯台が配置した即挙議題が立つ。環境デザインは同世代の日本海軍の従順に王冠、古高型、青葉型との類似性が見られた。環境を形成している上部構造物の両弦には7.62センチメートル広角砲を単装砲画で片弦に各2機ずつ計4機配置している。 環境背後の上部構造物上に、軽構造の三脚式の全部マスと立ち、そこから甲板一段分下がって、中央部甲板上には中段に、単小灯台一基を配置する小半径断面の一本煙突が、立つ。煙突両舷には、グースネック型クレーンが、片毛に一基ずつ、計二基が装備されており、その後方の関西堤置き場から堤を水面部に、 上げ下ろしできるようになっていた。関西低置き場の後方はさらに甲板一段分下がって後部甲板が始まり、そこに簡素な短脚式の水分と頂上部に見張り台を持つ後部環境が配置され、その背後に後ろ向きに後部手法塔が一基搭載されている。一段目の見張り台と後部見張り台には、ひし 40mm 機銃を日本でライセンス生産したものを 連想砲画で1機ずつ、計2機を配置していた。本館は日本で建造されたこともあり、偽装は1930年代後半当時の日本が建造した艦船と同様のものと思われ、一例として砲塔は、外見上は、妙高型重巡洋艦の D 型砲塔に酷似している。船体が小型なために、機関は大型なものを搭載できず、ドイツの満車性。 ディーゼル機関を2機積み、二軸推進で、出力5200馬力、速力15.5ノットを出した。燃料搭載量は、重油150トンで、12ノットで5800回利を、航行することができた。一番艦トンブリと二番艦スリアユタヤは、日本の川崎重工神戸造船所の、同一船台上で順次建造された。二隻は百三十六年に寄港。 スリアユタヤは1937年7月31日に浸水、1938年6月16日に竣航した。トンブリは1938年1月31日に浸水、同年8月5日に竣航した。その後は、同海軍の機関として、タイの海を守りつつ諸外国の海軍士官を招いて、交流を続けた。 トンブリは1941年1月16日の高チャん島沖海戦でフランス東洋艦隊と交戦し損傷、格座。その後は、タイの依頼により神戸の川崎重工が離床作業を請け負い、1941年末に日本サルベージュの手で引き上げに成功した。しかし、船体の破損は著しく、 戦後も長らく軽流状態のままで、練習艦等として使用されていたが、老朽化が進み、後に砲塔と、環境構造物の実を海軍兵学校の校庭に、陸揚げして保存し、これ以外は解体処分とされた。スリアユタヤは、高ちゃん島沖海戦での被害はなく、行動能力を維持していたが、1951年6月のクーデターの際に座礁し、その直後に、 大陸軍からの砲撃を受けて6月30日に大破、沈没し、後に浮揚されて解体された。ABC 木又修雄、欧州海戦記 ISBN4 から7698から 2260XP90P102。ありがとうございます。